フェルナンド・フランシスコ・ゴンサレス・シューファルディは、チリの首都サンティアゴ出身の元男子、プロテニス選手。2007年全豪オープン男子シングルス、準優勝者であり、2004年アテネ五輪の男子ダブルスで金メダル、男子シングルス部門で銅メダル、北京五輪男子シングルスで銀メダルがある。シングルス自己最高ランキングは5位。ATP ツアーでシングルス11勝。 ダブルス3勝を挙げた。身長183センチメートル、体重82キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ジュニア時代に、1998年、全仏オープンジュニア男子シングルスで、ライバルのファンカルロス・フェレーロを破って優勝し、翌1999年に19歳で、プロ転校。翌2000年、全米男子、クレイコート選手権で、 ニコラス・マスーとのチリ勢決勝対決を制し、ツアー初優勝を飾った。ATP ツアーにおいて、チリ勢決勝対決が行われたのは、1982年以来18年ぶりの出来事だった。この年は、順調にランキングを上げ、135位で終えた。2002年は2大会で優勝を上げ、同年の全米オープンでは4大大会にて、 自身初の準々決勝進出を果たす。準々決勝では、シェングシャル県に7から6、3から6、3から6、7から6、6から7のフルセットで敗れたが、世界ランキング18位で年を終える飛躍を見せた。2003年全仏オープンの準々決勝で、ジュニア時代からのライバルであるファンカルロス・フェレーロに、1から6、6から3、1から6、7から5、 4から6で敗れた。この年は優勝がなく35位で年を終えた。2004年アテネ五輪でチリ代表に選出され、ニコラス・マスーと組んだ男子ダブルスで金メダルを獲得した。決勝の相手はドイツのニコラス・キーファー、ライナー・シュットラー組で、試合は6から2、4から6、3から6、7から6、6から4のフルセットの末勝利。 男子シングルスでもベスト4まで勝ち進み、3位決定戦でアメリカのテイラー・伝ントを6から4、2から6、16から14で下して、銅メダルを獲得した。こうしてゴンサレスはマスーと並んで、チリの国民的英雄となった。2004年度は23位で終えた。2005年にゴンサレスは男子ツアーで3大会優勝を挙げ、ウィンブルドンでは、 初めて準々決勝に進出したが、ロジャー・フェデラーに5から7、2から6、6から7で敗退。また、全仏オープン男子ダブルスで、マスート組、準決勝進出を果たした。2005年度を11位で終えた。2007年全豪オープンで、ゴンサレスは、初の4大大会決勝進出を果たす。3回戦で、レイトン・ヒューイと4回戦で、ジェームズ・ブレイク。 準々決勝で、ラファエル・ナダル、準決勝で、トミー・ハースといった強豪を破る、快進撃を見せ、決勝で、過去9戦全敗だったロジャー・フェデラーに6から7、4から6、4から6で敗れて、優勝を阻まれたが、チリの男子テニス選手が4、大体快進グルス決勝に進出したのは、1998年、全豪オープンの準優勝者、マルセロリオス以来9年ぶりであった。 この年は優勝こそ1大会に止まったものの、戦績は良好。年最終戦テニスマスターズカップでは、ラウンドロビンにて、10戦全敗だったロジャー・フェデラーに、初めて勝利し、2007年度は7位で終えた。2008年は、全豪オープンの3回戦敗退により、世界ランキングで大きく交代したが、2大会で優勝。全仏オープンで5年ぶり2度目の準々決勝。 進出があり、フェデラーに6から2、2から6、3から6、4から6で競り負けた。8月の北京五輪において、ゴンサレスは2大会連続で男子シングルスのメダルを獲得する。第12シードから決勝まで進出した、彼は金メダルをかけた決勝戦で、ラファエル・ナダルに3から6、6から7、3から6で敗れた。2009年全仏オープンでは、 初の準決勝に進み、4回戦で、第1シードのラファエル・ナダルを破って勝ち進んだロビン、セーデリングと対戦。2セット先行されてから追い上げ、第5セットまで持ち込むものの、最終的に3から6、5から7、7から5、6から4、4から6で破れ決勝進出ならず。ゴンサレスは二千十二年ソニーエリクソンオープン一回戦で、ニコラ・マユニコから七、六から四。 6から7で敗れた試合を最後に31歳で現役を引退したベースライン付近でプレーするストローカーである中でも特筆すべきは彼の強力なフォアハンドである強い筋力によって体の鋭い回転に腕をついていかせることで大きなスイングによってフォアハンドで非常に威力の強いボールを打つことができるラファエル・ナダルに比べて高い打点に強いと言える W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。